秋野さんはこの1期目お医者さんとしての経験と知識を存分に生かして大勢の命を助けるその道を開いたということがこの素晴らしい実績だと私は思います。秋野さんは人の心を打つんですよね。命というものに関する関心が、ね、高い方だなと。同じようなものを見てもね、あるいはその裏その背景をね知ろうとするんですね。九州全体に目配りをして沖縄のこと、私これ頭が下がる思いでした。秋野さんのことだからこう沖縄だけじゃなくてよそでも同じようなことをやってるんだろうなっていうことを考えると、この人眠る日もあるのかなっていうような、ものすごく人を あの方は救っていただけるんだろうなと思ってます。生きるための喜びと同時に苦しさも知っていらっしゃるんですよ、あの先生は。命を大切にし、人と人、心と心をつなぎ平和を願う一人の政治家がいる。参議院議員秋野耕造は平成22年第22回参議院議員選挙で初当選し、以来今日まで医療に、福祉に、そして平和に邁進した6年でした。現場を知り、現場で感じ、学び、そして現場の声を国政に届け、国民に応えてきました。その方しか発することしかできないメッセージを、それこそ一言たりとも聞き漏らさずに学んでいこう、吸収していこうとの思いです。教えていただいた方と同じ思いを持ってそれを訴えることが一番解決への近道っていうのは6年間で学んだことだと思いますので、解決する熱意を持って合わせてスピード感後回しにしないで、できることを前倒しして早く早く早くと仕事をしているようには自分では感じています。命を守ります。頭の後ろがやられ、医学博士である秋野耕造は胃がんとピロリ菌において世界的第一人者である、当時北海道大学の浅香雅弘特任教授とともに胃がんの原因をピロリ菌の感染だと国に認めさせ、ピロリ菌除菌の保険適用範囲を慢性胃炎にまで拡大させました。その結果、保険適用から2年半ほどでおよそ300万人の除菌が行われ、胃がんの早期発見治療に結びついています。胃がん撲滅に向けての国民の命を守る取り組みが大きく前進しました。今まで保険を通すためには3年5年以上かかって、莫大な金がかかるというものだったんですけども、そうですね、わずか半年で保険が通ったと、信じられないという。自民党とか民主党の議員団といろんな話をしたんですけども、結局全然うまくいかなかったんですね。ところがなぜ秋野議員だとこんなすごい能力一人でですね発揮できるのかと。秋野議員は厚労省が動く仕組みを全部知っていて我々をリンクさせてくれたということで、やっぱり大変な恩人だと思いますね。秋野議員というのはもう全国会議員、特に参議院の中ではもうピカイチだと思いますよね。ピロリ菌の除菌を慢性胃炎の段階から保険適用として実現をしたと、この仕組みが整ったということを知ってもらわないといけないわけです。胃がんとピロリ菌の正しい知識の普及に努めながら、医療機関に足を運んでもらうように健康セミナーを開催をさせていただいて、診察室の中でのお話とは同類に扱うことはできませんけども、一生懸命各地でお訴えをさせていただいているところです。また秋野耕造は難病の窮状を訴える患者一人一人の声に耳を傾け、全力で支援し続けています。難病指定を政府に働きかけ続け、その結果難病対策の新制度が2015年1月から始まり、医療費助成対象の指定難病は360名に拡大されました。また沖縄県特有とされる沖縄型神経原性筋萎縮症を難病指定として要請し、疾患として国に認められました。やっぱり僕らのこの病気のこと、指定難病のことを、国に、取り上げるっていうですね、もうその時に約束していただきましたね。
2月に、秋野さんとですねこうして出会いがありまして、もう3月にはもう副大臣のところまで行ってるっていうですね、トン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 とですね、本当にもう超スピードですね、これね、この病気はもう治らない、原因がわからない、治療方法がないということで、みんなもう本当に希望っていうんですかね、これがなくなっていたんですけど、秋野さんにですね励まされて勇気づけられてですね、通院してる病院にもですね一緒に行っていただいてですね、希望の光が見えて第一歩になったというですね、大きなことだと思います。本当に例えば難病にしろっていう訴えをすること自体は簡単です。しかしながらそれをどう行政に納得させるかということが最も大事なことでありますので、机上の理論であっては絶対にならないと、合意形成を図るということがやっぱり私たちの大事な仕事だろうと思いますので、これがスピード感を持って物事を解決していく大事な要素だろうと、患者さんと一緒に考えながら具体的な提案を行っていくということも心がけてきました。生活を守ります。障害者の働きたいという切なる思いに応えるために、秋野耕造は粘り強く取り組んできました。知識や技術の習得と能力の訓練を行う障害者の就労を目的とした厚生労働省の就労移行支援事業を在宅でも利用することが認められ、筋萎縮性側索硬化症 ALS 患者の正規雇用も実現しました。あの先生っていうのはその見る角度がちょっと違ってたんですよね。秋野先生が在宅の移行支援っていう制度を作っていただいたっていう大きな第一歩になりました。今回の制度で救われた方っていうのはざっくり320万人いらっしゃると思うんですね。僕は多分障害者の方たちの人生を変えたんじゃないかなって私は思いますね。でも先生はですね、人が生きていくためにはっていう、そこが一つのバックボーンにあられるのかな。つまり生きがいを持って、いつまでも働いていただくということは大変重要だろうと思っています。障害を負ったとしても生きがいを持って働くことができる仕組みを整えたいとの思いから、在宅で就労する方の支援を行う仕組みを復活をさせることができました。制度の谷間にいる方をどう救っていくかということが政治の役割かと。また所得の低い高齢者の暮らしを守るため、家賃減免制度を国に認めさせ、国民年金月6万6000円程度で安心して暮らせる施設、高齢者向けの賃貸住宅吹上タウンの実現にも秋野耕造は尽力しました。子や孫にも迷惑をかけずに国民年金だけでそういう老人ホームを作ってほしいという声が本当に多くあったんです。でその時に秋野先生に相談に行ったんです。先生がとてもいいことだって、だからぜひしましょうって動いてくださって、1週間もかからなかった。いやーこれはすごいと思いましたね。仕事が早いですね。秋野先生が、国を動かしてくださって作ることができたんです。入居されてる方々が笑顔で幸せで本当に感謝感謝なんです。コメトが推進をしてきたサービス付き高齢者住宅、この仕組みによって、厚生年金の方、それから共済年金の方は、大体選ばなければ、どこかには入れるようになってきました。でしかしながら国民年金だけで暮らす方、6万6千円の範囲内でどう暮らしていくかと、家賃を肩代わりすることができる仕組みは整えることができましたが、まだ広がっていません。単身の高齢者が増えてきている状況を考えると、急がなくてはならない問題です。平和を守ります。私には長崎原爆で被爆死をしたおじがいます。原爆が落ちた時おじはまだ生きてたそうでありまして、ご友人の足にしがみついて亡くなったと。そういう背景もあっておじが目指した長崎大学医学部原爆の研究所で、博士号をいただいたということでありますけども、
核兵器だけはもうどんなことがあっても二度と使わせるようなことがあってはならないと思っておりまして、被爆遺構である城山小学校を国の文化財として保存をすることによって二度と戦争をしない、二度と核兵器を使わない、そういう誓いの場として核兵器反対を訴えていきたいと。沖縄も沖縄戦ももう二度と繰り返されるようなことがあってはならない、その原爆もそして沖縄戦も当然私は経験をしておりませんが、共感しようと努めることが重要だろうと、共感しようと努める中にしか不戦の誓いというものは深めることができないとの思いから、沖縄においては遺骨収容のお手伝いをさせていただいたところです。絶対に戦争をしてはならないというような決意を深めることができます。秋野さん、ちょっとすいません、一通り奥まで行ってみましょうね。はい、うん、はあ、これはこういう場所にはこう、うん、若い人たちも見てほしいなと思ってるんですけどね、はい、うん、厚労省への要請に同行してもらって、実際にこう埋葬地の遺骨収集にも道が開けましたし、うん、はい、ありがとうございました、はい、よかったです、うん、まあ、ここから少し先の我慢にも先ほど入らせていただきました。とても人が生きれるような環境ではなかったと、どんな思いで亡くなられたか、そんな極限の状態に思いをいたしました。戦争絶対はしていけないという思いを改めて新たにしたところです。私たちが掘り出した遺骨があって、その遺骨を目の当たりにしたときに、そのずっと黙ってることがこう、まあ、秋野さんの中でやはり政治家としての見方、捉え方があったんだろうなっていうふうに、国に要請するだけじゃなくて、ちゃんとその結論を持ってくるような、結果を持ってくるようなやり方をしてるんだなっていうのはとっても感じました。自分でよく調べてますなんていうんですかね、それをこう自分でなさってるということを考えると、もう大変だろうけど、まあ、沖縄にとってはもう本当に大事な人材だと思ってますし、これから次の世代に伝えていくことも私の役割でありましょうし、その思いを深めることによって日本は絶対に戦争をしない、こういった思いを逆に世界に発信をしていくような日本であってほしい、その役割を万分の一でもこれから果たしていきたいと思っています。健康日本を作ります。医療に、福祉に、平和に、明日の健康日本を作る。秋野耕造のさらなる挑戦が始まります。秋野耕造さん一期目、この参議院の特徴である6年間、これを最大限に生かして実績を作った素晴らしい、議員だと思います。秋野さんのその人を思う気持ち、そうした人間味あふれる、しかも一人の人を大切にする、そういう人柄があらゆる政策実現に私は生きていると思います。国民のために、また世界のために大きく政策実現に力を発揮していただきたいと期待しております。秋野さんは今からです。命のリレーバトンタッチ、秋野さんに渡したいと思います。そういう運命に生まれてきたんです。秋野耕造頑張れ大きな夢希望を叶えてください。我々長崎大学みんな先生応援してます。秋野耕造頑張れ。絶対こう国政の場に残って働いてほしいと思ってます。どうか頑張ってください。経験があるからこそ、現場を知っているからこその行動力と決断力と実行力。秋野耕造はまさにこれからの日本に、私たちの身近に本当に必要な政治家ではないでしょうか。全力で戦ってまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。